皆さんご機嫌ですか？どうも希望です。人生とはノートである。命という鉛筆を削って意味があるのかも分からず、ただひたすらに物を書き込んでいくのだ。最初は書き方や書く場所を誰かが教えてくれる。うまく書いていかないといずれ書くスペースがなくなってしまうからだ。それを経験してきた大人たちは、周りと同じように周りよりも少しでも美しく見えるように物を書かせようとする。子供が大人へと成長していくどこかの場面で、自分の書いたものを振り返った時、誰しもが疑問を抱き、いくつかの矛盾を認め、書く手を止めてしまうものだ。若者よ、自由に書きたまえ。しかし書いていいのは自分のノートだ。誰かのノートを破ってまで書き込んではいけない。隙間なく書き込み続けていけば、どれだけノートが汚くなっていってもいい。夢中になった人だけに新しい次のページが用意されているのだから。おい、お前ぼーっとしてちゃんと授業聞いてんのか？はい。なんだお前、ノート全然取ってないじゃないか。いや、これはその新しい私の人生がですね、何言ってんだお前は、廊下に立ってろ。というわけで今回は、地獄先生ヌーベイの教え子の将来が超格差社会だった件について突っ込んでいきたいと思います。地獄先生ヌーベイといえば、左手に鬼の力を封じ込めた鬼の手を持つ小学生教師ヌーベイことヌエノメイスケが、妖怪から子供たちを守るホラーあり、笑いあり、追い抜きありの学園漫画でございます。当時の小学生たちはお色気シーンが見たくてヌーベイを読んでたと言っても過言ではありません。1999年に一度は最終回を迎えているんですけれども、2014年からその後の物語が続いているのでございます。こちらは盾のひろしくん、レオくんを100回達成するというのび太もドン引きなほどの頭の悪さを見せる少年ですが、サッカーだけに関してはものすごい才能を持っております。23歳になった時はなんとセリエ A で活躍するほどの選手になっております。ヌーベイの教え子の中で間違いなく一番成功した人物でしょう。そんなヒロシと結婚した彼女もまた成功者と呼んでいいでしょう。稲葉京子ちゃん、この子かわいそうなことに小学5年生の頃から隠乳貧乳とバカにされておりました。いや、小学5年生ってそんなもんでしょう。どんだけマスタークラスだよって思うでしょうが、このクラスにはとんでもない女がいたんです。世の男子たちを大人へと誘った、小学生とは思えないスタイルを持つ女、細川美希。小学生の頃はクラスのムードメーカーのような存在でした。しかし時は流れ、23歳になった彼女は大学を卒業した後、スナックでアルバイトをしております。付き合った男もその豊満なバスト目当て。長く続くはずもなく1ヶ月で破局。親友の京子を妬ましく思う日々です。さらには同級生の弱みを握って金を脅し取るという、落ちるとこまで落ちたゲスの極みでございます。しかし胸はグレートだぜ。そんなミキに金を脅し取られていたのは、クラスで一番の臆病者だった栗田誠。大学卒業後は弁護士を目指すが失敗、生活はあれに荒れてパチンコ三昧。しかしヌーベイと再会することで希望を取り戻し、大学院の受験に合格し弁護士をまた目指すのであった。そしてミキと付き合ってた男、木村勝也。巨乳に惹かれてなんとかミキと付き合うも、犬扱いされたことに耐えきれず1ヶ月で喧嘩別れ、その後は二浪して国防大学校へ進学。自衛官としての訓練に汗を垂れ流す日々を送っております。いや、巨乳だけ扱い悲惨すぎませんか？軍を抜いてヒロシが超成功してるけどさ、他の人たちもそれなりに努力して確実に未来を積み上げていっているのに、この女だけ救えなさすぎでしょう。その頃幼かった今の大人たちが見たらこれ泣くぞ。ちなみにこのヌエノメイスケという男、霊能力でパチンコをしたり、妖怪だけど16歳相当の女の子と付き合ったり、控えめに言ってクズです。以上、地獄先生ヌーベイのアフターストーリーに突っ込んでみました。いつの時代にも変態な教師は尽きないものですね。